どうもこんにちは。こんにちは。ナナちゃんです。七不思議の吉田モーモーです。若見信です。よろしくお願いします。お願いします。そして前回に引き続き、はい、小駅スタジオのお二人に来ていただいております。どうも小駅です。そうです。ありがとうございます。ありがたいですよ、これは。嬉しいですよね、本当に。おじさんたち2人テンション上がってますよ、今ね。こんなことってなかなかないですからね。これはもう絶対僕は姪っ子に自慢しようと思ってます、ね。姪っ子が結構そういう界隈好きなんですよ。だけど単純に僕のことはもう12歳のレディーなんで、あんまり好きではないんですよ。あら、はい。だからそうなってくると、いろいろお仕事をした時にこう一緒に写真とか撮って、それをちょっと見せたりすると株が上がってくるんですよ。あ、なるほど。ポイント稼ぎに使われるの。なるほど。今度僕と一緒に飲んだことにしてもらって飲みに行くのはおこがましいと。そうなの。飲みに行ったことがあるっていう嘘をついていいですか。その許諾をまず取ろうと。バレますよ、これ見られたら。あ、これ見ないようにめいこね、めいこね。めいこさんって言ったら女の子じゃないですか。女の子だ。じゃあゆくゆくねって言ったら宝石とか身につける装飾品とか、うん、興味持ってこられると思うんですよ。あ、もうそうですね、結構持ってほしい頃ですからね。気に入られようと思ったらプレゼントとかしますよね。まあもちろんそうですね、うん、そしたらですね、宝石ちょっと気をつけてください。え、今日はそんな不思議な都市伝説持ってきました。うわ、自然な入り俺から出した話題だから決めてないのに、これすごいワクワクする。ありがとうございます。例えばですけども、はい、宝石ってほとんどの宝石に誕生石ってまあ言葉があるんですね。ありますね。はい、例えば僕の12月生まれなんで、うん、この12月生まれいますか、いないですか。はい、はい、僕12月だったらターコイズという誕生石です。はい、はい、でトルコ石とも言われるんですけど、うん、加工前の呼び方と加工後の呼び方で違うんですね。はい、ぜひ調べてみてください。はい、ターコイズには例えば繁栄とか成功とか強運とか解放という言葉があるんですね。はい、で、まあ、いろんな意味があるんですけど、本当に自分の知ってる？え、分からない。サファイアとか適当に言うんだから。何だサファイア。まず何月です？アメジストとか。7月。あ、7月、うん、ね、アメジストとかって複数持ってます、俺みたいな。どういう王族やん。でもね、中には呪いをですね、持った、宝石とか、まあ、例えばラピュタとか見られたことあると思うんですけど、はい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 、飛行石、ね、不思議な石ですけども、はい、それをたまたま持ってしまったことで災いの種となるような、はい、宝石なんかも存在するわけなんですね。はい、はい、今回は絶対に身につけてはいけない、そんな呪いの、そして不思議なですね、宝石をちょっと紹介します。興味ある。何でしょう。一つ目、はい、死者多発、超危険なダイヤモンド。ダイヤモンド、ダイヤモンドって言ったらね、もう本当にもらって嬉しくない女性は多分いませんけど、ね、はい、まあ、僕ゲーム好きなんですけども、はい、ドラクエ好きなんですよ。はい、でその中にアイテムに皆殺しの剣っていうのがありますね。ありますよね。ありますね。ありますね。わかります。いや、わかんないです。あ、わかんない。俺だけわかんないの、これ。ドラクエやドラクエやってない。やってない。そうなんすか。やってない。どういうちなみにアイテムだと思います？全員殺すね。なんで当ててまうの？まあね。言葉で言ったらね。言葉で言うとそうですよね。俺の入り口の綺麗な入りが全部台無し。宝石粉々。まあ、敵味方問わず無差別に攻撃をしてしまうという、まあ、武器があるんですよね。はいはい、これと同じように自身の周りをどん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 不幸にしていくと。ほう。とんでもない宝石があるんですよ。こちらをご覧ください。うん、めっちゃ綺麗じゃないですか。綺麗。めちゃくちゃ綺麗。そう、綺麗なのは見た目だけじゃないです。名前も綺麗なんです。なんとホープダイヤモンド。ほう。素敵。そうなんですよ。希望のダイヤモンドですよね。はいはいはい、はい、で世界で最も有名なブルーダイヤモンドなんですけど、うん、はいはい、希望という名の裏腹にですね、所有者は必ず不幸になっていくんですね。呪われた宝石なんです。はい。はい、ホープダイヤモンドはですね、インドのヒンズー教のお寺にあったとされている、うん、その女神があるんですけど、そのシータ像っていうのがあって、はい、その目に埋め込まれていた宝石なんですって。はぁ、はい、そうなんですね。それが盗まれるっていう、ほう、ルパンみたいな、はいはいはい、そんなイメージですよね。そう、あるんですけども、その怒ったですね、そのお寺の僧侶さんが、うん、そのブルーダイヤモンドにめっちゃきつい呪いをかけるんですよ。うん、はい、でこの呪いがあまりにも強力すぎて、うん、例えば1660年にフランス人の宝石商からフランス国王ルイ14世がこのブルーダイヤモンドを買いました。うん、まあ、めっちゃ綺麗やと、うん、でその後フランス国家がですね、財政悪化や家族が不幸に見舞われ子供たちの多くが幼少期に死亡。うん、後取りあるルイ15世がですね、ブルーダイヤモンドを受け継ぐんですけども、はい、ルイ15世は伝染病で亡くなります。へ、はい、
そしてさらに引き継がれたルイ16世ですね、このね、はい、1792年フランス革命で処刑されますね。あー、3世代にわたってかなり来てますね、この時点で。これはやばいですよね。はい、もう国家までも転覆させる。これだけじゃないんですよ、フランス革命の混乱の中、ブルーダイヤモンドは窃盗団が王室の宝物庫に侵入して、まあ、さらに盗まれちゃうんですよね。でその後行方不明になるんですよ。はい、で行方不明だったホープダイヤモンドなんですけども、なんと1824年、所有地が、ね、判明します。でどこにあったかというと、なんと宝石のコレクターさんなんですけど、ヘンリー・フィリップ・ホープさんっていう人がもう所有していることが判明。なるほど。でこのことからホープ家というところが所有しているからホープダイヤモンド。あ、そこが語源なんですね。そうですね、なるほど、うん、ちなみにヘンリー・フィリップ・ホープの孫は会社が倒産し、結婚してわずか8年で妻が死亡。その後も、貴族や富豪の間を渡り歩くんですけども、はい、事故死とか急死とか自殺などが相次ぐんですね。もうそんなもう呪いを抱えたホープダイヤモンドなんですけど、まあ、現在はどこにあるかというと、アメリカのスミソニアン博物館にちゃんと展示されます。あ、そうなんですね。はい、もう厳重に管理されます。はい、でさらに不思議な力があって、紫外線を当てるとなぜか分かんないですけど1分間赤く発光するんですよ。ほう、え、そういうもんなんですか、ダイヤモンドと。全然分かんないではないですけども、ね、1分間も発光し続けることの科学的証明はまだされておりません。ああ、そうなんですか、分かんないですね。まだ解明されてないという。面白い。その時点でもう、え、呪いあんちゃんって思いますよね。本当にさっきルパンの例えしましたけども、実はですね、ルパン三世の、作品の中にこのホープダイヤモンド登場してるんですよね。あ、そうなんですか。はい、ルパンが峰不二子と結婚しようと思って、はい、まあ、指輪にしようと思って、まあ、盗み出すんですけども、不二子が単独で奪ったところ、はい、次々と不二子は不幸な目に遭うと、本物みたいな感じの。まさにそうなんですよ。面白い。そういうエピソードがあると、はい、でね、その大きさがすごいでかくって 45.52 カラットということで、あんまピンとこないと思うんですけど、相当かな、はい、これ推定価格日本円でなんと2500億円。すごいな。はい、一生分の猫の餌買えます。確かに。他にも工程いろいろ。ね、全然いろんなものを買えそう、これがあったら。これだけ巨大で赤い光を放つなど、まあ、呪いがあると分かっていても、まあ、やっぱ欲しくなる人はいるよねっていう。なるほど。世の中にね、理解不能な呪物コレクターとかいるんで、ね、まあ、確かに、ね、何人かね、まあ、何人か今思い浮かびました。海外の方はこれ誰が最初に気づいたのね、紫外線のやつ。そう、本当ね。そうですよね、当ててみてこうだっていうのを気づかないですよね。まあ、ちなみにね、今後ろに光ってるのホープダイヤモンドの光なわけなんですけど、うっさいわでしょ。うっさいわ。もう俺のこと言ってる。あ、そう何分考えとんねん。どんだけ呪い蓄えとんねん。1分間以上です。こうになってないですよ、ここ全然。では2つ目、はい、争いを生む宝石、はい、富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、そう、海賊王ゴールドロジャー。おお、ワンピースも好きですか。ワンピースは僕好きですね。あ、じゃあもうこのセリフって言ったらもうロジャーのね、ワンピース一番最初のセリフじゃないですか。ワンピースの世界ですね、はい、彼のこの世界の全てをそこに置いてきたという一世から、まあ、大海賊時代というのが始まるんですけど、はい、ちなみにモンモンさんは見たことありますか。お好きですか。もちろん、ゴムゴムの実ですね。はい、はい、ゴムゴムの実だけ言います。一つだけ食べれるんですよ、実を。はい、そしてその能力を得ることができる。以上です。ここまでしか知りません。ありがとうございます。もうすごい詳細な説明でございます。今気づきました、小柳さん。助けてって呼ぶ僕にします。大航海時代にナンパしてたから、ね、もうどこ行っていいか分からない。どこ行っていいか分からない。続けていいでしょうか。お願いします、はい、ロジャーの残したもののように、はい、手に入れると、この世の全てを手に入れるとされるものがですね、実は財宝として存在します。お、はい、今から5000年前、めっちゃ昔よね、インドで発掘されたとされ、現存する世界最古のダイヤモンド、その名もコイヌールというんですけど、こちら綺麗ですよね。なんかすごいですね。そのね、コイヌールって古代インドの書物マハーバラタにも登場するんですけども、太陽神スーリアと人間との間に生まれた男の子カルナの額にあったということで、言われております。はい、すごい歴史ですね、はい、でこの石はですね、ペルシャ語で光の山という意味もあるそうなんですね。つまりこのダイヤモンドを持っている人は世界を手に入れることができるという伝説があると。おー、はい、ただですね、これ条件なんですよ、うん、我々4人持っても意味ないです。え、意味ないんですか。はい、男性が身につけても不幸になる。あ、そうなんですか。そうなんです、男性だって言いました。男性が身につけると不幸になる、はいはい、男性って言ってますよ。僕は、いや、もちろん男性ですよ、はい、何度も抱いてきましたし。
忘れられないって何度も言われたことある。言われたことある。おお、抱かれてきたわけではない。まあまあそういう夜もありますよ。ああ、なるほどなるほど。人によってはね、女性によってはやっぱ、ええ、なので安全に扱えるのは。すいません。大丈夫ですか。大丈夫です。女性だけということなんですね。へー、まあ、まあ世界を手に入れることができるという、まあ、伝説を聞いた者たちはこのコイヌールの奪い合いをしちゃうんですよね。おー、はい、ペルシャの王朝アフシャール朝の、初代君主のナーディール・シャーという人物がですね、はい、インドのムガル帝国からコイヌールを手に入れた直後、はい、部下の手によって暗殺されてしまった、はい、その後宝石はアフガニスタンの王に送られるんですけども、はい、王族や貴族の間で資産を奪い合うという、まあ、大事件発生、はい、そしてこの石は常に事件の渦中にいるという、はい、まあ、ダイヤモンド、まあ、いわくつきのものとなるんですね、うん、ちなみに今現在知りたくないですか。あ、まだあるんですかこれ。あります。これすごいですよ。なんと今はイギリス王室に保管されてます。へぇ、はい、そう、もちろんね、イギリス王室といったらもうね、女王さん。そうですよね。そう、うん、なので女性だけが身につけてるからいつまでも世界のね、トップと言われてるわけじゃないですか。はぁ、なるほど、面白い。もしこの宝石がそこから移動してしまったら世界に災いが起きてしまうかもしれません。なるほど、はい、もらいに行きましょう。男性ですよ、不幸ですよ、となってしまいますよ。これ以上、これ以上って言ったら。でも、世界取れるんですよ。あ、取ったら、うん、行くか。行きましょう。行きましょう。はい。2人で玉突き事故するのやめてください。2人でハンドルこうやってね、今ね、仲良くバーン。失敗しましたね。受けない時間をしっかり共有したんで大丈夫です、うん、あ、もう友達ですか。絆が深くなります。全カットしましょう、これじゃあ3つ目いきます、はいはい、幸せになると思いきや、はい、例えば四つ葉のクローバー見つけた時にテンション上がりますよね。取る、はい、もう見つけたらね、つんでその幸運を招くということをしおりにして貼っといたりとかしますけど、はい、はい、しかしですね、あの実は呪いのアイテムだった、そんな話をちょっと次しますね。はい、その名もベリーパープルサファイアということなんですね。さっきサファイアとか適当に言ってましたけど、はい、これサファイアですよ。どうですか。綺麗、コナミ感すごい。どうですか。あ、送りたいですね。もう僕の場合はその見て綺麗うんぬんの前に誰に送りたいかってことを考えてしまうんですよ、うん、何を言ってるんですか僕は知らねえよさっき事故をしてになんか、ね、二次災害みたいな起こってしまったんですけどすいませんこの宝石はですね、約300年にわたってイギリス・ロンドンの自然博物館に所蔵されておりました。はい、職員のピーター・ダンティがこの箱からですね、この宝石を取り出した時に、うんうん、その下に奇妙なメモがあることに気づくんですね。へー、はい、でこのメモが発見されるまではまあ普通の宝石やと、まあ、思われとったわけですよ、はいはいはい、メモに書いてあった話がですね、あまりにも不気味なんですよね。どうなの、はい、そこから呪いの宝石と言われるようになってしまったんですけど、はい、1857年、イギリス帝国の支配下にあったインドで反乱が起こったんですけども、イギリス軍はインドの反乱勢力を抑え込むために、はい、多くの神殿とか寺院っていうのを神聖な場所を次々と略奪していくんですね、はい、でイギリス軍は古代インドの宝物をごっそりパクっていくんですよ。手に入れていくんですけど、その中の一つの神殿で手に入れた宝物の中にこのパープルサファイアというものがあるんですね。へー、強奪したものだったってことですね。そうなんです、盗品なんです。でこのパープルサファイアを見たイギリス軍大佐は、この宝石があれば自分の家や財産は守られると、まあ信じて持ち帰ったということなんですね。そんな勝手なこと許されるんかと思うんですけど、うん、はい、しかしパープルサファイアを持ち帰った大佐とその家族は大変な目に遭ってしまうんですね。まず大佐の一家には次々と財産を失う不運が襲ってしまって、真逆ですよね、うん、そして家族が次々と、まあ、病に倒れていくと、うわ、はい、明らかにこの宝石が問題だと思い、友人にこのパープルサファイアを譲るんですね、うん、はい、譲り受けた友人はいきなり自殺。いやー、譲るなよなするか、まあ、自分が不幸やと思ったものを友人に譲るな。ちゃんと説明したんかと、ね、どうしても手放したかったため、作家である科学者でもあるヘロン・アレンという人物に宝石を委ねるんですね。はいはいはい、はい、でヘロン・アレンの友人の歌手の手に渡ることになります。お、はい、受け取った歌手はなんと歌手なのに声が出なくなる。うわ、命絶たれんのも同じですよね、はい、二度と歌えなくなってしまったそうなんですね、はい、このサファイアが呪われていると確信した
ヘロン・アレンはですね、ロンドンの運河にもう投げ捨てるんですよ、うん、あ、なるほど、すべて終わらせる、映画のラストみたいじゃないですか。マジでそうですよね、うん、なんか指輪だけみたいな感じですよね、はい、で川で作業していた船がですね、このサファイアを回収する。拾うで終わりでよかったのにマジかよ再びヘロン・アレンの手元に戻ってきた、そうなんですか、落としましたよ、すっごー、はい、ヘロン・アレンはサファイアと一緒に一連の話をメモに残して箱に収めるんです。なるほど、メモ長いな、はい、これがメモのお話、おうおうおう、はい、でそのメモにはですね、これを開けた者は最初にこの警告を読むべし、その後はこの石を好きにしていいが、この宝石は海に捨てるべきだと私は忠告すると書かれています。怖ね、まあ、戻ってきそうやけどね、ですよねちなみにこの宝石もですね、現在もロンドンの自然博物館で展示されております。あ、そうなんだよね、イギリスに行った際は見てみてください。うわ、すごー、はい、ついでじゃあラスト4つ目いっていいですか。はい、お願いします。必ず不幸になる宝石、はい、あのゲームとかされます？やります。桃鉄とかやります。大好きです、好きです、はい、もう僕らもめっちゃ好きなので、はいはいはい、めっちゃ強いですね、はい、やっぱり厄介なのが、そのやっぱ貧乏神じゃないですか、うん、ですよね、ボンビーいうのがもう目的地に到着で、もうめちゃくちゃまとわりついてきて、次々に不幸を持ってくるわけですね、勝手にね、そう、でそのボンビーは他のプレイヤーになすりつけることも、はいはいはい、できますよね、追い越したら、はい、まあ、それがゲーム性があって面白い要素なんですけども、うん、はいはいはい、実際に貧乏神をなすりつけられたら、まあ、たまったもんじゃないわけですよ、うん、はい、まるでそのボンビーがですね、なすりつけられたような不幸をひたすら巻き起こす宝石が存在してるんです、どんな石なんですか。それがこちら、サラスバティの涙、はい、これも綺麗ですね、全然綺麗で良さそうですよ ねこれね、でもちっちゃいんですよ、その小指の爪ぐらいの大きさのサファイアが埋め込む、そんなちっちゃいんですよこれ、そうなんですね、でもすごい綺麗な石なんですけど、はいはいはい、特別高級なサファイアというわけではないんです、はい、この宝石は19世紀末にフランスで登場、はい、パリ郊外に住んでいる実業家のジャンピエール・ボルフォールはですね、うん、ある日近くの公園を散歩していると、うんうん、アクセサリーなどの行商をしている老婆に出会います。お、街中で怪しく物を売ってる人いますよね。ありますね、まあ、ちょっと買っちゃうと、はい、ボルフォールはアクセサリーに興味はなかったので声をかけられて足を止めましたが、購入することはそれなかったんです、うんうん、はい、しかしその老婆は指輪を取り出してタダであげるよと。いや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 、もらえます、ただやったら。え、もらうか。いや、もらうか。いやいやいや、何やったんだ今、まあ、一回もらっとこうか、みたいな。はい。うん、で、この時点ちょっと怪しい話なんですけど。まあ、そう思う。はい。ボルフォールはその指輪を手に取って眺めたんです、これね。うん、別に、まあ、高級そうなものでもないし、うん、もらっても仕方ないなと感じて、まあ、老婆に返そうとするんですけども、その老婆は少し宝石を眺めた瞬間に、姿を消してしまう。え？うわ、ジェットババアやん。何やねんそれ。え、ジェットババア高速で走ってる。めっちゃ速いです。どこで目撃されたのそれ。え、あ、六甲さん。本当っすかそれ。え、これほんまほんま。ジェットババア。ジェットババア。ジェットババア。多分海外版のジェットババア。海外版って何それ。日本版ではなくて、日本は六甲さんだけどってことですか。ジェットグランドババアみたいなやつ。今日な、宝石の話やな。あ、すいません。聞いてた。で結局受け取っちゃったから、うん、捨てるのもまあもったいないし、まあ、持って帰ろうと持って帰ったんですよ。でそれから数日後、彼の身にとんでもないことが起こり始めます。おボルフォールは50歳は超えてたんですけども、髪の毛を結構ふさふさで、まあ、自慢の髪だということなんですけども、いきなり髪の毛が抜け落ちると。なんで、まあ、地肌が見えるほど剥げてしまうと、最悪やと。最悪やな。最悪やな。そうだな、はい、当然ボルフォールは恐怖に陥ってですね、老婆にもらった宝石の呪いに間違いないと感じて、よく気づいたらそれ、そうそう、因果関係がこれに間違いないあの日から髪が抜き始めたみたいなね。最近はね、あんまり抜けてなかったからみたいなと思ったんですね。そして考えた末に、商売のライバルでジョルジュ・フェリエっていう人物に、ね、匿名で送りつけるんですよ。おお、そしたらその人が励んのかな。ボンビーですとなすりつけですよね、はい、宝石を無料で手に入れたフェリエは喜んだんですけども、このフェリエにも恐ろしいことが起きるんですね、はい、なんと屋敷の階段の3段目を踏み外して滑り落ち、右足首を捻挫という、はい、不幸なことが、まあ、続くので、まあ、宝石の呪いかと考えた結果、使用人に宝石を売ったそうなんですね。売ったんです。うんす、次は、はいはい、で次の持ち主の使用人は財布を盗まれてしまい、まあ、これももしかしたら宝石の呪いなんじゃないか。いやだから小さない、ちょっと小さくなってきてますね、ちょっと規模がね
どの弱まってきてるんだよ、徐々に弱まってきてる。ミニボンビーもそういう時あるよ。ああ、あるある、あるある、うん、100何万しか持っていかない。そう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 、ね、でこれね、もう絶対この宝石が呪われてると感じた彼はもう通りすがりのもう不老者にあげるんですよ。おー、なるほど。でこのようにその後もですね、数々の人の手に渡り続けて人を不幸にし続けていったというふうに言われています。そうなんですね。でそんなサース・バッティの涙なんですけども、巡り巡って何度1992年に日本にやってきてます。日本にあるんや。そうです、日本の国立民族学博物館で、収蔵されているということで、はい、つまりですね、その頃は日本が持ち主となってたんです。国のものなんで。国か、なるほど、そうですよね、はい、じゃあその時日本何があったの、はい、その時期なんと日本ではバブルが崩壊。うわー、そうだ、考えてみたら30年前ですもんね。ねえ、サラスバティやばいことしてくれたな。何で日本が引き取ったんやっていう、ね、いや本当そうですよ、ね、どんどんちっちゃくなってたらめちゃめちゃでかいのが返ってきちゃうからね。そう、なんかあのハンターハンターありますけど、ちょっとちっちゃい願い事後で大きい内緒、ね、蓄積されてね、蓄積されてるの、ね、だから呪い溜まっとったよね。そう、溜まっとる。あ、そうか、なるほど。だから俺らの時にキングボンビーになっちゃって、そう、日本に来た時にあれ様子がおかしいぞみたいな。やばいやばいやばい。そう、まあ、関係ないと思いたいんですけども、バブル崩壊もしかしたらこの宝石のせいだったのかもしれません。はい、ご実家にあるんですか、この宝石は。そうなんですよ、こちらにございます。あ、家じゃないんだ、ここ。すいません。何ですか、これ。なんかそのね、そのバブルが弾けるじゃなくて、なんかその時の総理大臣がハゲるとか、はい、そういうことだったら ね、 、まあ、ちょっとね。そうやね。それだったら、なんか最初のね、同じ感じになってね、面白くはなりましたけど。でもハゲ取ったかもしれないよな。総理大臣が。総理大臣が。実は。誰やろう。いや、ね、宮沢喜一さんか。ちょっとね。な可能性はあるな、多分。ですよね。はっきり覚えてないけど、俺も、ね、すぐは出てこないですけど。可能性ありますけども。なるほど。ということで、今回はですね、はいはい、スタジオのお二人とですね、コラボさせていただいております。これはありがたい話で。とこ焼きスタジオさんのチャンネルにも我々、行かせていただいてるんですよ。しておりますので、そちらの方にも足を運んでください。見てください。そしてね、チャンネル登録の方、七不思議の方もぜひぜひお願いしますというところで。今回に限らずまた機会があればぜひお願いしたいと思います。ぜひお願いします。ということで、今回はコエッキンスタジオのお二人がゲストでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。